マイナス10キロ痩せるダイエット茶、あなたにお伝えしてまいります。この動画では1つ目、なぜマイナス10キロ痩せることができるほどのダイエット効果があるのか、そして2つ目、一体そのお茶はどんなお茶なのか、そして3つ目、どのように飲めばダイエット効果がさらに上がるのか、その美味しい飲み方を最後にお伝えしてまいります。ぜひ楽しみにご覧くださいね。このチャンネルではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますととても嬉しいです。それでは早速お話お伝えしてまいりますね。それでは早速1つ目に入りましょう。なぜこのお茶を飲むとマイナス10キロ痩せるほどの効果があるのかというその理由についてなんですけれども、それは1つ目はまず栄養がとても豊富に含まれているからなんですね。あなたがもしダイエットを成功させたいと心から願っていらっしゃるようでしたら、やはり栄養不足のままだとですね、痩せることができないですね。よく私がご相談を受ける方に、もうどうしてもその太る食べ物をやめられないと、例えばケーキとかチョコとか甘いものばっかり、脂っこいものばっかり食べてしまって、その偏ってしまうということでおっしゃるんですよね。そういった方がどうなってるかと言いますと、いっぱい食べているのにもかかわらず栄養不足なんです。そうするとその方のホルモンのバランスが崩れてしまって、体重の設定値がどんどんもう自動的にこう上がっていってしまって、お体がそこにこう合わせようとして太っていくんですよね。また味覚です。味覚のそのホルモンもおかしくなってしまいますから、もうますます太るような食べ物をもうやめられない、止まらないというその負のスパイラルへとやはり進んでしまった方っていうのは、なかなかそこからやっぱり抜け出すことができないんですよね。まあ、もちろんベースはそういったものを食べている方というのは腸内環境も悪いんですけれども、もうとにかくその栄養不足というのも実はダイエットを邪魔している一つの原因なんです。そこを補ってくれるお茶なんですよね。でもう一つすっごい効果がですねあるんです。それはデトックスなんですよ。もうこれはですね、まあ、よく私も定期的にファスティングをすることで体に溜まっていたその重金属とか余計な老廃物をこう外に出すことを私してるんですけれども、なんとですねこのお茶を飲むことでその体内に溜まってしまった重金属をですね外に出すことができるんですね。すごいデトックスができるんですよ。そうするとやはりデトックスできるわけですから、代謝が上がって巡りが良くなって、どんどんその痩せ体質になることができるんですね。なのでまとめますと、痩せるポイントは栄養がすごくしっかり取れますよということと、お体の中の要は大掃除です。もう隅々の奥の奥までですね、手がよくこう届かなかった家の中でもありますよね。もうここはちょっと掃除しにくいなっていうところないですか。もうギトギトの油のその換気扇のところとかですね、もう丸ごとでもう変えてしまいたいっていうぐらいな汚れとかあるじゃないですか。そういったなかなかできないこと、なかなか手の届かない大掃除をこのお茶を飲むことでできますよっていうことなんですよ。はい、それではここから早速2つ目の項目に入っていきましょう。一体そのダイエット茶は何でしょうかということですが、今回私が選んだのはこちらです。杉田茶です。でこちらはですね、私はグリーンコープさんでですね、私の町の別府市のグリーンコープさんで見つけたんですけれども、たまたま見つけて、わあこれいいなと思って飲んでみたところ、まあこれがですね、もういかにも先ほどお伝えしましたデトックスしてるなって味なんですよね。ベースは緑茶に似たような感じのお味なんですが、ちょっと、ね、苦味があるような、もう薬草だなっていう、ね、感じのお味がします。でこちら杉菜茶は先ほどお伝えしました、知らず知らず溜めてしまった重金属があるんですよね、体の体内に。それをこの杉菜茶が持つ珪藻の動きで、働きがその毒素をですね排出してくれる効果があるんですよね。そしてまたむくみの改善にもすごく効果がありますから、
いかがですか？もし体重が減った時にやっぱり見た目もすっきりしたいじゃないですか。その時にむくんでしまっていては残念ですので、ぜひこのむくみ改善にもお役立ていただけるお茶となってます。そしてここすごくポイントなんですけれども、実は自律神経のバランスも整えてくれる栄養がいっぱい入ってるんですよね。そのことであなたの自律神経のバランスも整えてくれる力が、作用があるわけです。この自律神経のバランスを崩してしまっていらっしゃる方というのは、実はなかなかですね、その痩せることができないんですよね。例えばストレスがすごくかかっているとか、そうしてしまうとあなたのその自律神経のリラックスできる副交感神経というその神経の方がもう全然元気がですねなくなってしまって、シューンとなってるわけです。そしてその逆の交感神経といってスイッチオンの方が常に優位、こういった状態のバランスをお持ちの方、要するにバランスを崩していらっしゃる方というのは痩せることができないですね。なぜかというと、この副交感神経です、リラックスしているこのスイッチオフの方の神経、やっぱり元気な時にしかあなたの腸が動かないですよ。そうなるとどうなるでしょうか。腸が動かないわけですから太ってしまうんですよね。だって腸が元気じゃないと痩せることができないからなんですよ。痩せ菌たちが動かない、また栄養も吸収できない、イコール栄養不足になる。もうここでなぜでお伝えしましたよね。栄養不足がいかに太る原因かとお伝えしましたよね。もうそのまた負のスパイラルにですねなってしまうので、そういった意味でも栄養もしっかりとれる、そしてこの自律神経のバランスもしっかり整えてくれるっていう意味で、このスギナ茶がもうとにかく痩せる効果があるんですよということで、今回あなたにお伝えしているんです。はい、それではここから3番目の項目についてお伝えしていきます。では先ほどお伝えしたスギナ茶を一体どのように飲めば一番ダイエット効果が上がるのかというお話をしてまいりますね。このスギナ茶ですね、すっごくダイエット効果あるんですが、飲み方にとても注意が必要なお茶となりますから、しっかり今からのお話聞いてくださいね。まずですね、もう飲みすぎ注意なんです。もうズバリ飲みすぎてしまっては実は副作用を起こしやすいお茶になるんですね。なので1日にやはりもう1杯程度、多くても2杯までですね、500ml ぐらいまでに抑えた方がよろしいと思います。そしてまた心臓や腎臓に疾患をお持ちの方ですね、ご病気をお持ちの方は残念ながらこのスギナ茶はストップしてください。あと副作用が強くですね出る場合がありますから、もしあなたがですね疾患をお持ちであれば、私別動画でもたくさん他にダイエットに効果的なお茶をもういっぱいですねお伝えしてますから、そちらのお茶を美味しく召し上がってくださいね。そしてスギナです、こういった植物にアレルギーがおありの方、スギナアレルギーがある方ですね、こういった方ももちろん飲めないですよね。例えばそばアレルギーの方がそば茶を飲めないのと一緒です。ああいった形で飲んだら危険なわけですよね。アレルギーですから命の危険になってはいけませんので、このスギナ茶を飲まれる場合はこういったご病気がある方、アレルギーがある方は残念ながらダメです。その代わり他のお茶参考にしてくださいねということと、そういったことがないお持ちじゃない方も飲みすぎてしまってはですね、やっぱりこのお茶デトックス効果がすごい高いので飲みすぎてはいけないですよ。もうどうしてもこのお茶のね効果が欲しいと思ってガブガブとかね、1日に7リットルも飲んでしまうとダメですよということ。1日に1から2杯程度、どんなに多くても 500ml 程度までに抑えていただきますとよろしいかと思います。ぜひ今のお話守ってくださいね。ではこの動画のまとめに入りたいと思います。1つ目、なぜマイナス10キロも痩せることができるほどのダイエット効果があるのかでしたよね。それはダイエット中に陥りがちな、実は食べ過ぎているのに栄養不足、そのことでホルモンバランスが崩れてどんどん太る体質になってしまっているからということで、栄養価がまずすごく非常に優れていること、そしてとにかくデトックス効果が高いお茶なんですよ。そのことで体内の老廃物がどんどん出て代謝が上がって痩せ体質になることができるんですよでしたね。では2つ目です。では一体そのお茶は何でしょうかということで、今回はこちら、
杉菜茶をあなたにお伝えいたしました。杉菜茶が持つ効果すごく素晴らしかったですよね。まずはそのデトックス効果が高いことであったり、しかもあなたのその自律神経のバランスまでも整えてくれることで腸がしっかり元気に動いてくれる、結果痩せ体質になることができるんでしたよ。2つ目は一体そのお茶は何でしょうかということで、今回あなたにお伝えしてまいりましたのはこの杉菜茶でしたね。杉菜茶が持つ素晴らしいデトックス効果や、しかも自律神経のバランスまで整えてくれるということで、結果その腸が元気に動き出して自然と痩せ体質になることができるんですよっていうお話でした。そして3つ目、どのように、ここがとても大切でしたよね。なぜかというと、誤った飲み方をしてしまっては効果が得られませんということでしたね。そして特にご病気をお持ちの方、アレルギーをお持ちの方というのは、残念ながら今回は杉菜茶飲めませんけれども、私別動画でもたくさん他にダイエットに効果があるお茶をあなたにお伝えしておりますので、そちらのお茶を美味しく召し上がっていただきたいと思います。さあ、いかがだったでしょうか。この動画のお話をぜひあなたの日々のダイエットにお役立ていただいて、あなたが一日も早く素敵な笑顔を取り戻していただければとても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。